物とは日本郵便が定めるる郵郵便便物区分の一つである郵便法第21条第2項は郵便はがきは日本郵便株式会社が郵便約管でその規格及び様式を定めてこれを発行するただし郵便約管の定める通常はがきまたは往復はがきの規格及び様式を標準として これを会社以外の者が作成することを妨げないとしている。日本における完成ハガキは郵便物の形態の一つとして1873年より導入され、1900年になってその姿勢が認可された。郵便法でハガキは第二種郵便物に指定されている。ハガキは郵便法により郵政官渉によって調整され、 この郵政官署が調整し発行するものが長らく、完成はがきと呼ばれ、親しまれてきたが、2003年4月1日から、郵便事業が日本郵政公社の所管となったことに伴いこの子は、廃され、郵政はがきと解消された。郵政民営化に伴い2007年10月1日からは、郵便事業株式会社の発行となったが引き続き、郵政はがきの名称が継がれている。 他、一般の姿勢はがきは単に、郵便はがきと呼称している。しかしながら、郵政はがき、郵便はがきでは、完成と姿勢との区別がつきにくいとの考えから、完成はがきの語は依然として使われている場合もある。2021年時点で、日本郵便のはがきの種類のページには、通常はがきの名称が使われている。日本の 完成はがきのサイズは 100148mm である。また、はがきを姿勢することが可能で、これを姿勢はがきという。大きさや重量及び、郵便はがき、郵便往復はがき、またはこれに順ずる文字を掲げること、紙質、厚さが完成はがきと同等以上、表面は白色または単色などの規格に基づいていれば、料金分の切手を貼って、 郵便物として差し出すことができる。姿勢の往復はがきを調整することもでき、その場合はまた新部分にもあらかじめ切手を貼って差し出す。なお、郵政はがきの両額院面の部分を切り取って、はがき台の紙に貼って郵送することは認められていない。はがきのサイズは次のように規定されている。この規格を超えるものは第一種郵便物扱いにするとされている。また、 郵便はがき、ポストカード、カルトポストレイなど、はがきであることの表記が必要で、これが欠落している場合は、第2種ではなく、第1種として扱われる。なお、1966年7月1日に、はがきの料金が7円に改定されるまでは、完成はがきのサイズが一回り小さく、下記の最小サイズと同等であった。通常はがきは長方形の紙に限る。 また往復はがきは、往診部分と返診部分のサイズが同様である。必要がある。郵便はがきには、通常はがきと往復はがきがある。通常はがきは、郵便局で常時販売されているもので、インクジェット仕様などいくつかの種類がある一方、往復はがきとは、往診用はがきと返診用はがきが結合されたもので、はがき2枚分の価格となっている。郵便局では、 様々な優勢ハガキが売られている。時期用のハガキ、編集下記の年がハガキやかもメールが該当。平成9年時点でこれら以外に、2月から発売の春の絵柄付き郵便ハガキや9月発売の敬老の日にちなむ郵便ハガキがある。くじ番号付きハガキ、編集くじ引き番号付き郵便ハガキには、お年玉付き郵便ハガキや夏のお便り郵便ハガキがある。これらは簡単に、 くじが印刷されており、抽選で商品が当たる。最近の家庭への高精細なインクジェットプリンターの普及に伴い、インクジェット用に表面処理を施されたはがきも販売されている。エコーはがき、編集エコーはがきは、はがきの一部に企業など広告媒体の広告が掲載されており、通常63円のはがきから広告費として5円を差し引いた58円で、 販売されているはがき。1981年7月から発売。くぼみ入りはがき。編集。くぼみ入りはがきは、目が不自由な場合でも上下、表裏がすぐわかるよう、はがきの表面左下部に半円形のくぼみを入れたはがき。なお、日本では、身体障害者、手帳1.29、療育手帳1.2度の6歳以上の障害者を対象に年1回。 4月下旬5月末日に郵便局に障害者手帳を提示して申し込むことによって完成はがき20枚を無料で配布している。2001年までは表側左下の一部に半円形のくぼみを入れた特別デザインの青い鳥郵便はがきが発行され申し込んだ障害者に無料配布されたほか一般にも販売されていたが2002年以降は青い。 トリオデザインしたオリジナルブートに通常の郵便はがき20枚を入れたものを申し込んだ障害者に無料配布する形に変更された。2007年10月の郵政民営会構は日本郵便株式会社の手によって継続されている。四面連すりはがき、編集四面連すりはがきは大量印刷用にはがき4枚分を他方に連ずりしたもの。ポスト型はがき、 編集郵便ポスト型ハガキ優勢民営会後、各郵便局内で赤い郵便ポスト型のオリジナルハガキを発売するようになった。郵便局名が印字されているため、購入店舗がわかるのが特徴である。営利ハガキ、編集営利ハガキは各地の代表的な風景のイラストや写真を印刷してあるハガキ。2011年度発売分までの売価は1枚70円で、 あったが2012年7月以降発売分については80円または100円となっている。1985年4月から発売。国際郵便はがき、編集、国際郵便も参照国際郵便はがきは国際郵便用のはがき。日本の完成はがきは郵便切手に相当し、郵便料金相当額の収受を称する両額院面が表示されている。 両学院面を汚染したハガキは無効となる。山田俊行、日本絵ハガキことはじめ、アンティーク絵ハガキの誘惑産経新聞社、2007年、郵便事業内国郵便薬官 PDF よりの、項を参照。ハガキの種類、ホームペー SAYOPE.net、2014年12月4日閲覧。ハガキのサイズ、重さについて日本郵便姿製ハガキには、 郵便はがきと記載する必要があると聞きましたが、英語で記載しても良いですか郵便局 ABCDEF 日本郵便。はがきの種類。2019年1月27日閲覧。ポスタル。ガイド平成9年版。P2。郵便局青い鳥郵便はがきの無償配布。郵便事業郵便法。第28条2項により。 両学院面の表示されているハガキ等については、当該郵便送達にかかる料金の納付は、差し出した時に行われたものとみなされる。これは、郵便料金の引上げが行われた場合、引上げ前に購入されたハガキ等についても、差し出し時における郵便料金を適用し、追加の料金納付を求めることを意味する。この条項は一般に、代金の納付時点で、 契約の成立とする民事法の一般原則に対する特則となる。年賀はがきの料金改定日本郵便株式会社オリジナルの2018年2月24日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 8 0 2 4 0 8 0 0 3 9 h t t p w w w p o s t j p a p n o t i f i c a t i o n p r e s s r e l e a s e 2 0 1 8 0 0本社 ヘリ 223010PDF2018 年2月24日閲覧。ありがとうございます。